はい、おっちゃんです。PS4 版、スカイリム、AE、アニバーサリーエディション。で、今日も遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずね、この中途半端になってる、失われた伝説、これやっていこうかなと思います。第2のキャラバンを探すってやつですね。上の方？ここが、ここですね。地形的に、ここに道があるから、ここからの方が、農園からの方が行きやすいかな。敵に出くわさずに、行けそうな感じ？ですね。さてさて、では行きましょうか。場所はこっちだね。よいしょ。こっちの方に、第2のキャラバンの何かしらがあると。お？これかな？これだね。キャラバンの宝箱。調べる。怪しい傭兵のメモ。怪しい傭兵のメモを読む。なんと、もう7なんだ。ドワーフ関係かな。ドワーフ関係、ドワーフが絡んでいそうな感じですね。あ、ホワイトライン行きましょうか。ホワイトランでキャラバンの証拠を探すと。ということですね。おっとっとっと。コントローラーを殺した。ハンマーフェルから来た戦士たちを見たか。極東を持っていた。曲がった剣だ。曲がった剣か。曲がった剣を持ってたそうですね。さてさて。オルフリッドは偉大なるバトルボーン族の支援者だ。の方かな。お、ここかな。ここだね。ここだね。死者の間。死者の間ですね。地下墓地。おお、なんだなんだなんだ、いきなりかい。びっくりしたなぁ。いきなりかい。
これか。キャラバン隊長のメモ。よいしょ。またキャラバン探すの？またキャラバンを探すっぽいですね。次はどこだ？次はどこじゃ？あれ？マーカーどこだ？建物の中に行ってるね。こっから外に出て、いた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 、ここだね。ここから近いか。キャラバン、キャラバンを追いかけ回すクエストですね、これね。こっち方向？こっち方向？おお。よいしょ。で、よいしょ。うわあ、ここも壊されてる。ここも壊されてる。ん？アチューンメントクリスタル。ベリンの手紙。ベリンの手紙。なるほど。アチューンメントクリスタルを手に入れたよ。あ、これをどうするんだい？次は。ハイトレスピットにある宝物庫に入る。どこ？ここにある宝物庫。ここに行くためにはここをぐーっと登っていかなきゃいけないから、
行きやすそうな場所はどこだ？行きやすそうな場所はここからこう戻っていけば行きやすいね。こう戻って、こう戻って、よいしょ。ここら辺なんか猫科の動物がいらっしゃいますね。降りてってで、こっち側行く感じ。ああ、ここか、ここだね。戻れないよ。進むしかないよ。よいしょ。ほうほうほう。ここキャンプだね。誰かキャンプしてたんだね。さて、から下っていって、敵はいるのかい。ああ、誰かお亡くなりになってる。満足か、満足か。満足がこんなに3人も。あ、罠だ。もう、なんだなんだなんだ。敵がいたの？死んでしまえ。気がいたっぽいね。よいしょ。おお、ここは降りちゃっていいのかな。こっちしか行く場所ないよね。よいしょ。降りちゃっていいの？よいしょ。よいしょ。こんな感じかな。おお、雲。
蔵へ。下にたどり着いたね。なんだこれ。おお、敵がいらっしゃるのね。おお。ファルメルさんが大量にいる感じですね、ここね。進んでいきましょう。頑張ろう。しあ、中身は取れない。残念。ここに入ってくんだね。怖いぞ。お、これ普通の雲？違うね。緊張感が高い場所。
あ、こっちかな。お、広いところに出たよ。広いところに出たね。よしと。あるのかい？あ、宝があるね。こっちの方か。よしと。こいつ硬いね。さすが鎧着てるだけのことはあるね。やばいやばいやばい。なんだあいつは、なんだあいつは。
もう大丈夫かな。祭壇があるね。おお。大気のよ。よいしょ。あ、ここか。ここに行くのね。廃墟と化した洞窟。こっちだね、上だね。上どうやって行くんだろう。上はどうやって行けばいいんだ。ここを出て上でまた入る感じかな。ここから多いね。あれ、どっかで間違った？道を間違った感じ？あと行く場所ないもんね。場所ないもんね。どっかで道を間違えた感じか。
ここはわかんないね、ここね。ここどっかに入り口があるのかな？行けるところがあるのかな、どっかに。どっか見逃してるところある？こっち？あ、こっちか。あ、あったじゃん、あったじゃん。あったじゃん。おお。棒持つことだって。棒持つことがワクワクしますね。宝物庫の門を開く方法を探す。門を開く方法。この門を開くんだね。これなんかあるのか。なんかあるのか。え？弁操作すると何が起きるの？あ、こっから蒸気が出ればいいのか。今ここ開けたから。どっちだと閉まるんだ？右に回すと閉まる。左に回すと開くの？左に回すと開く。で、ここで閉じなきゃないんだね。で、ここが開けて、ここ閉じるの？で、どういうこと？どういうこと？
パイプから蒸気が溢れたらダメなの？わからん。ちょっと向こう側見てみよう。何かヒントがあるかもしれない。蒸気が出たね。ああ、そっちが蒸気出たね。なるほどね。まずこれを、蒸気が出てない状態にして、あ、蒸気収まった。収まった。あ、なるほどね。この蒸気を、どうしたどうした、いきなり。あ、ここに蒸気出てるね。びっくりだよ、びっくりだよ。
くりしすぎて左手で武器持っちゃったよ。開いたー、うーほー、びっくりしたー。いいじゃないか。これでここが開いたのね。お、レイスガードとサンダー。おー、ゲットです。長かったね、結構ね、長い道のりでござんした。サンダー、レイスガード、いやー、すごいね、すごいね、すごいロボだったね。サンダーとキーン、まあいいか。あれ、こっちじゃない。いやー、なかなか、あー、これ違う、もう方向音痴だから、もう痴だね。いやー、大変な、よいしょよいしょ、ベストでございました。いや、でも無事ゲットできてよかった。
無事ゲットできてよかったー。なになに？お。ロストトロール。さあ戻りましょうか。いいよ。10ゴールドあげるよ。ありがとう、パパ。ご用件ですか、ジジ。なかなかボリュームのあるクエストでしたね。ボリュームのあるクエストだった。なんだ。レイスカート。さあ、というわけで無事サンダーとレイスガードをゲットしたところで、今日のところ終わりにしたいと思います。いや、なかなか面白かった。面白いダンジョンでしたね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。ではでは。